どうも、カラマチェンです。どうも、店長の高田です。アシスタントの西村です。今日の YouTube はですね、うちのね、スタイリングマスター西村太一がね、スプレーの説明をさせていただこうかなと思います。スプレーにこんなこだわりがあるんだよとか、成分であったりとか、めちゃめちゃ詳しいです。なんでね、ちょっとそれをね、今からちょっと説明させていただこうかなと思います。はい、僕らが取り扱ってるスプレーは、まあ、コタのスタイリングスプレーの H、まあ、使わさせていただいてるんですけど、まあ、お客さんに説明するときによく言わさせていただくのが、まあ、トリートメントしっかり入ってるので、洗い流しがいいですよっていうのを、まあ、メインでお伝えさせていただいてるかなと思うんですけど、ちょっと今日は、まあ、新しい使い方と、まあ、その効果っていうのをちょっと詳しく説明させていただこうかなと思います。はい、まず、スプレー、大きさが2種類あって、大きいサイズ、まあ、普通の一般的なスプレーの大きさぐらいやつと、ちょっとちっちゃい、まあ、トラベル用であったり持ち運びに便利ですよっていう2種類ご用意させていただいてて、まずちっちゃい方からお試しいただくっていうのもありなのかなっていうのがあるので、まあ大体2ヶ月ぐらいは持つのかなと思います。じゃあまず効果から。従来のスプレー、薬局で売られているものであったりだとか、いい商品たくさんあるんですけど、やっぱりちょっと僕個人の意見から言わさせていただくと、ちょっとバリバリっとしすぎてしまっていたりだとか、マットな質感が好きなお客様であると、ちょっとどうしてもツヤが出てしまったとか、ちょっとベタつきが気になるっていう方がたくさんいらっしゃるんですけど、まずこちらのスプレーのいいところは、自分が狙った質感をコントロールできる、かつマットな質感をそのままマット、ツヤが出ないっていうことですね。マットな質感が好きな方、ナチュラルなスタイリングが好きな方やったら、まあうちで言う、まあマット使っていただいて、その上からスプレーかけてもツヤが全く出ないっていう商品になっています。水分量がすごい少なくなっているので、スタイリングにすごい重宝するかなと思います。なるほど、はい、中身がアルコールと水が主成分でできてるんですけど、水が多いとツヤが出るっていうのをしていただければ、これからスプレー選びもできればちょっとマットな質感が出るような、こういう商品もあるよっていうのを知っていただこうかなと思います。はい、ちなみになんかスプレーとかってこういう振り方がいいよとかっていうのあるの？スプレーはまず絶対根元に振ってあげるようにしてください。メンズのスタイルで大体もひし形作ってくださいっていう風に説明が多いかなと思うんですけど、まず前から見た時のこのアウトラインを作っていくんですけど、バックスで作った形の根元を持ってあげてスプレーを振ってあげる。で、あとは落ちてほしくないところ、前髪の高さであったりだとか、フロント周りのふわっとしたところを、ここを重点的に根元振ってあげるっていうことと、日本人ちょっと骨格的に鉢周りが一周張ってしまっているので、誰がイカルトや張ってしまってるので、しっかりまあ押さえてスプレーするんですけど、押さえ方もピース作っていただいて、ラバーのピース、はい、束と束の間に押さえたいところをしっかりグッと入れてあげて、ここにスプレー振ってあげるようにしていただくと、押さえてるところは押さえまってくれるんですけど、このピースとピースの間、指の間ですねは逆に浮き上がってくれるので、まあ、2回振らないといけないところが1回で済むので、まあ、時短にもなりますっていう、ちょっとテクニックじゃないですけど、まあ、技っていうのがあるので、あとは、まあ、スプレー意外に知らないかなと思う小技がありまして、普段アイロンでセットするよとか、あまりパーマ当ててなくて、まあ、カラーされてていたりだとか、ハイダメージの方にちょっとおすすめするやり方があるんですけど、ドライ終わってからアイロンする前に軽くスプレーをスーッとかけていただくと、アイロンの後のつき方めちゃくちゃ変わるんですよ。レディースにもすごいおすすめになってて、1本でライトからハードまでコントロール硬さができるっていうのが売りになってるので、ちょっと今後これもスプレー買う中で候補に入れていただけたら僕ら嬉しいので、ぜひコタスタイリングスプレー H を。ありがとうございますまあほんまにスプレーのこととかもスタイリングの仕方とかめっちゃこの西村くんねめっちゃうまいんでね、もし例えばこれ見てスタイリングうわーめっちゃしてほしいなとかなんかわからんこととかあったらぜひホワイトソックスから来た西村太一がねお教えさせていただくんでお待ちしております。以上です。